1977年神室町、雪がしんしんと降る大晦日、除夜の鐘が鳴り終わる頃、さびれたソープランドに赤ん坊の泣き声が響き渡る。ローションの香りが残るマットの上で産声を上げた男の子、彼の名は一番、春日一番。どん底の町で生まれた子にとって随分と皮肉な名前だった。風俗で働いていた母親は赤ん坊に一番と名付けて間もなく消息不明。父親が誰かは知るすべもない。生まれた直後に天涯孤独の身になった一番は神室町の住人に支えられて育っていく。肝臓の悪いスナックのママ、ぼったくりバーのキャッチ、数えきれない前科持ちのホームレス、世間からクズと呼ばれる人間たちが一番にとっては育ての親であり良き友人だった。学校にもろくに行かない一番は中学を卒業した後も定職に就かず、その日暮らしを続けていた。酒と女と博打、若くして享楽にふける生き様はとっくに人に自慢できるものではなかった。金が尽きると町で生きがる連中に喧嘩を吹っかけては金を巻き上げる日々だが、ある日一番の浅はかな行動が禁断の一線を踏み越えてしまう。いつものように喧嘩で病院送りにした相手は町でも評判の悪いヤクザの下っ端だったのだ。返しと呼ばれる報復行為に出るヤクザたち、一番は罠にはめられ捕まってしまう。想像を絶する拷問を受け遠のいていく意識、このままでは殺される。死の恐怖に怯えた一番はある男の名を口走る。俺に手出すとはあの荒川が黙ってねえぞ。荒川真澄、東条会系荒川組組長、殺しの荒川として鳴らす気鋭の武闘派ヤクザ、本職の連中も恐れる伝説の男の名前をちらつかせればなんとかこの場から逃げられるかもしれない。だがその稚拙な思いつきがさらなる不幸を招くのだ。何？荒川んとこのもんか。ならなおのことを放っておけねえな。そのヤクザたちは荒川組と島争いをしている組織の人間だったのだ。一番を荒川組の人間だと思い込んだヤクザたちは荒川を事務所に呼びつけた。体中を縄で縛られ、首に短刀を突きつけられた一番はひたすら悔いていた。会ったことすらない荒川なんて男が見ず知らずの自分を助けに来るはずなどないのだからと、その時事務所に一人の男が入ってくる。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。黒いロングコートに黒いハット、マフィア映画に登場するようないでたち。世話になったっていううちのガキはどうだ。その男こそ荒川組組長、荒川真澄、その人だった。荒川は捕らえられた一番を横目に見る。そして鼻で笑うと戸惑う一番を尻目にヤクザたちを睨みつける。でどうしたいって。荒川さんよ、おめんところこいつがうちの若い衆を半殺しにしてくれた。このけじめつけてもらいてんだ。もう終わった、そう一番は思っていた。このヤクザたちに殺されるのか、それとも勝手に名前を語られた荒川が切れて自分を殺すのか。すると直後、荒川が思いもよらぬことを言い出す。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでうちの若いの返してもらうぜ。文句ねえだろう。ドスを取り出すとドンッと自身の指を詰める荒川。
凍りついたように固まるヤクザたちをよそに、一番に近づくと縛っている縄をドスで切りほどいた。帰るぞ、クソガキ。荒川に連れられヤクザの事務所から出ていく一番。何が起こったのかわけもわからないまま荒川の後をついていく。ハンカチで雑に指の手当てをする荒川に、一番は言うべき言葉が見つからないでいた。すると荒川が突然立ち止まり、一番に話しかけた。たく、てめえどこのガキだ。え、それはまあいい。とにかくもうヤクザなんか相手にすんじゃねえぞ。ろくな人生歩めねえんだからな。あ、でもその父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。分かったな、このクソガキが。そう声を荒げると、その場を立ち去ろうとする荒川。ちょっと待ってくれ。なんだ。いや、その…はっきり言え。助けてもらって、ありがとうございます。例の言葉を遮るように荒川の鉄拳が飛んでくる。礼なんていらねえ。おめえのために指を落としたんじゃねえんだぞ。驚く一番の顔を見てふっと笑う荒川。ゆっくりと語り始める。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。で、それが何より大事なもんなんだ。あの場でおめえを返してくれなんて頭下げちまったらどうなる？荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱えとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはああするほかなかった。そして立ち去ろうとする荒川に、今一度一番が問いかける。でもそれだったら、俺のことなんか知らないって言って放っておけよかったのに。どうして？さあな、俺を知ってくれてたガキの前でカッコつけたかっただけだ。優しく微笑むと去っていく荒川。その背中を見て一番は決意するのだった。一生この人についていこうと。そして翌日から毎日、一番は荒川組事務所の前に立ち続けた。雨の日も、炎天下の中も。ヤクザなんかになるんじゃねえ、帰れ。会うたびにそう言っていた荒川の許しを得て、親子杯を交わしたのはそれから100日後のことだった。2000年12月31日、人々でごった返す神室町。その喧騒とは真逆に静まり返る荒川組事務所。室内には組長の荒川と一番の二人だけがいた。重い空気の中、荒川が口を開いた。今、頭がしょっ引かれるわけにはいかねえんだ。数日前、荒川組の若頭は殺害事件を起こしていた。都合の悪いことに、殺した相手は同じ東条会系の組員。しかも荒川との兄弟筋にあたる組の人間だった。同門の兄弟喧嘩。このままでは荒川組が責任を取って解散するのは目に見えていた。勤めに行ってもらえねえかな、一番。荒川は一番にヤクザを引退し、仇となって殺人の罪をかぶるよう願い出た。組と関わりない人間がやったことにすれば、組は解散の浮き目を免れるからだ。一番もそれは理解していた。そして目に涙をためて一番が答えた。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに何か恩返しできる日を。一番、10年や20年そこらの無所暮らし、
喜んでやらせてもらいます。翌日、2001年1月1日正午過ぎ、誕生日を迎えた春日一番は祝いの席ではなく警察に出頭する。20世紀という時代の大きな区切りを迎える日だった。そして2018年、17年の長期にわたる務めを果たした一番はようやく表の世界へと出た。組の盛大な迎えを期待していたものの、刑務所の門を出た一番を出迎える者は誰一人いなかった。だがそんなことは気にも留めず、一番は心を躍らせて神室町へと向かった。万感の思いを胸に故郷神室町に帰る一番だが、待っていたのは変わり果てた町の姿だった。公権力によって駆逐された東条会に代わり、町を牛耳るのは近江連合のヤクザたち。覚えていた景色、覚えていた店や町の住人たち。だが活気もなくよどんだ空気に満ちた現実のそれらは、記憶の中のものとは全く変わっていた。もう帰る場所などない。絶望する一番の目の前に見知らぬ一人の刑事が現れる。春日一番だな。お前に頼みたいことがある。うるせえ、デカなんかに用はねえ。誰がこんな町にしたのか考えてるんだろう。無言のままの一番だが、刑事が放った信じられない言葉に反応する。お前の親父だよ、荒川組組長荒川真澄。やつが神室町をぶっ壊した張本人だ。衝撃の事実とともに、春日一番という男の運命が動き出す。生まれてきて何一つなせなかったどん底の男に託された運命とは。絶望の中で覚悟を決めた男は人生最後の戦いに挑む。成り上がれ、そして未来を変えろ。龍が如くシリーズ本編最新作ついに始動。